ではまずホームの岩田スターティングメンバーです。ゴールキーパーは三浦、ディフェンス今日は初出場初スタメンの中川、大井、古巣対戦鈴木優斗、中盤山本浩介、今野、山田、松本雅也、大津、大森、ワントップルキアンです。サブのメンバーはご覧の通りです。一方のアウェー松本山雅 FC、 ゴールキーパー囲い、ディフェンス野々村、今日は橋内、篠原、中盤佐藤、前が戻ってきました富山、下川、河井、鈴木邦友、ワントップエース坂野です。こちらもサブのメンバーはご覧の通りです。さあ富山2人とも面倒を見ます。岩田の守備サポートに前入れ替わって佐藤、大外右の富山、内側からボランチの佐藤、マイナス、こぼれ球富山跳ね返す、こぼれ球下川です。そうですね、そこでこう2枚目からこう佐藤が飛び出してきたんですよね、まあ、そこでギャップが生まれたところですよね。山本浩介から大外、山田横パススルーしてルキアン、さあ後ろ向き落として松本雅也、シュートはホイッスル、ハンド PK、 数少ないチャンスを PK につなげました。岩田スルーした中でルキアンのところに来て非常にねいい3人の関わりができたところでしたよね、はい、やはりこうスローで見ても少し、うん、ルキアンのシュート左隅に決めました。先制岩田1対0、前半39分、ルキアン3試合連続ゴール。冷静でしたね、非常に落ち着いてね、やはり自分の得意とするコースですね、あのキックのボールスピードもいいですしね、コースも良かったですよね、囲いも反応してますけどわずかにというところでした。もう一度前、岩田人数をかけます、クロスボール下川、ヘディング鈴木邦友、なんとか跳ね返します、鈴木邦友2度目のシューター、枠の上、しっかりとねこう叩くようなヘディング、ルキアン、ルキアン中央でパス交換、左に広げました、中川から縦松本雅也、中4枚いる、クロスボール入ってきた、ゴール前決めました、2点目大津。いや非常にねこう組み立てからねこう左サイドに流れていってクロスの質良かったですね、こう下を抜いたシュートでしっかり大津もね、中央前、今度は左から作り直す、大外回った篠原、左足のクロスボール、ファーサイド鈴木邦友、1点返した松本、鈴木邦友2試合連続ゴール。さあ1点追加、ここから追い上げていきます。いいクロスからでしたね、いや、このクロスの質良かったですよね、やはりこう鈴木邦友がこう裏のところからねスペースに抜けて入ってくるというね、ゴールに向かってやってくるこのタイミングね、しっかりとこうボールも叩きつけるような力が伝わるようなヘディングができたんじゃないかなと思いますね、はい、そしてクロスを上げたのが篠原でしたね。そうでしたね、ショートコーナーボックス外、大森ダイレクトでクロスボール、ファーサイド飛び込んでいく、山田ファーサイドの折り返し、山田が決めました、今シーズン4ゴール目、盛り上がるヤマハスタジアム、しっかりとお互い噛み合いましたよね、ここも高かったですね。そうですね、山田のシュートもねこう吹かすことがしっかりミートしてっていうところですよね。今日先発の中川が折り返しました。2点リードの岩田、まもなく90分経過、アディショナルタイムに入ります。後半のアディショナルタイムの目安は5分です。さあ山田、松本雅也から小川航基、右に振って山本浩介、さあエリア中に入ってきた、グランダーファーサイドから伊藤洋輝、ダメ押しの4点目、4対1、途中出場の伊藤洋輝、逆足の右足で合わせました。藤川が入ってきたことでね、一番後ろのスペースが来ましたよね、はい、そこ伊藤が、まあ、
右足で決めましたね。そうですね。はい、まあ、非常にこう連携した中での得点が生まれましたね。非常に素晴らしいゴールでした。はい、さあ今目安の5分台に入ります。岩田コーナーキックですが、その前にタイムアップ。2連勝を狙った両チーム、軍配はジュビロ磐田、4対1、4得点で攻撃力をいかんなく発揮。